オラ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 、バーサイバーのように登っていけ。殴ってくれ。グベ無傷、グベ無傷。どん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 スタミナがなくなっていくが、まだバレットタイムできる。弓打ち放題。ウィスドムショーはゼルダで人生に彩りを、イカ坊主です。ということで、本日もゼルダの伝説ブレスオブザワイルドのバグ解説をしていくんですけれども、オフラインアップデート N 回目。ティアキン発売間近で制限はあるものの、リンク無敵、スタミナ無限、料理効果永続という今までになかった現象を引き起こすアクアリバースメモリーストレージ、略して ARMS と呼ばれるバグが発見されました。なんか ASMR みたいで覚えづらいですけれども、まあ頑張ってね、覚えていきましょう。ということで、今回もこの新バグを初心者の方になるべくわかりやすく解説していきますので、早速本編いってみよう。ということで、ゲーム画面のイカ坊主くんです。さあね、このティアキンが発売される直前というか、まあちょっと前でとんでもないバグが見つかってしまいました。ちゅうことでね、まあ早速解説をしていくんですけれども、その前にちょっとね、このバグが見つかった経緯とかをお話ししていきたいと思います。まずですね、シマウバカさんという方がいるんですけど、その方がこの右下のミニマップが 2D マップから 3D マップに切り替わるときに、何やら遅延があるぞということを発見しまして、でその遅延をまあいろいろごちゃごちゃ利用して、このハイラル図鑑を画面に残した状態で、まあ、裏でリンクを操作できるよっていう状態をまず発見しました。でそれを利用したら、なんとこのマップを開いた状態でリンクを動かせるよっていうことをね、海外のグリッチハンターのレジェンド F リンクさんという方が発見しました。まあ、この方はね、いろんなバグをね発見してるすごい方なんですけど、でさらにそれを発展させて、じゃあそれを NPC とかイベントが起こってる時にいろいろやったら、とんでもないことが起こるんじゃねっていうのをエッグガイさんという方が発見しました。まあ、それが ARMS ですね。つってもね、もっといろんな人が関わって見つかったバグなんで、本当にね、たくさんのグリッチハンターさんが協力して見つけていただいたみたいです。なんでこのグリッチハンターの皆様には、ブレワイをさらに面白いゲームにしていただいて、最大の敬意と感謝をお送りさせていただいた上で、今回解説をしていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。まあ、まずね、準備するものなんですけど、まあ、この写し絵と、あとシーカーセンサープラス、シーカーセンサープラスが使える状態にするぐらいですかね。であと、なんか何かしらチャレンジを残しておいてください。まあ、チャレンジ残ってると思うんで、ガノン討伐でもいいんで、チャレンジを使えるようにしておきましょう。準備はそのぐらいです。そしたら大まかな流れなんですけど、まずハイラル城でシーカーセンサーのテキスト残しを行います。でその後、悪魔像との会話と同時に記憶を見た後に、スタミナゼロの状態で溺れようとすると、今回のバグが発動します。でこのバグを発動するとスタミナ無限で、リンク無敵で、さらに料理効果が永続して、で、まあ、ついでに言うと天気とか時間も固定できるんで、いろんな面白いことができます。つってもね、これだけ聞いてもさっぱりピーマンのもつ煮込みだと思うんで、まあ優しく丁寧に解説していきたいと思います。で今回のバグはね、実用性結構まだよく分かってないんですよ。使えるのかどうかっていうのもちょっと分かってない。まあ、できるだけ早くクリアする競技の RTA とかに応用できるかどうかっていうのは、今んとこね、まだちょっとって感じなんですよね。やけど現象としては、今までできんかったことがいっぱいできるようになったんで、かなりね面白いバグとなっております。どっちかというと今んとこエンタメ寄りですね。なんで、まあ、やってみて、ああ楽しいっていう感じになると思います。ということで早速やっていきましょう。はい、まずなんですけど、この悪魔像の近くでセーブをします。でセーブをする前に、まず1個大事なこと、何かしらのね、このチャレンジをね、マップ上に登録しておいてください。ポーチを開いて、冒険手帳からこのガノン討伐か写しの記憶とか、まあミニチャレンジでもいいんですけど、ミニチャレンジかメインチャレンジ、どっちかをね、こんな感じで登録しておいてください。 A ボタンを押せばね、登録できるんで、これで OK です。でもう1つ、このセーブをする前に永続させたい料理の効果があれば食べておきましょう。で今回俺はこのゴーゴー薬のゴーゴー効果をね、付与したいんで、これ食っときます。で食ったら、一回ねこの移動力アップが出たのを見てセーブしておきましょう。付与したい料理があればセーブする前に付与しておくと。でセーブができましたら、ここからハイラル城に向かいます。ということでレディゴー。はい、ハイラル城に着きましたら、今からテキスト保存を行っていきます。でどのテキストを残していくのかというと、このマップ上で Y を押した時に出てくるこの4つのテキストですね、これを残します。はい、このなんか L 字型にあるこいつを残します。ということで早速やっていくんですけど、まずねこの右下のミニマップ、ここに注目した時に、このミニマップが 2D から 3D に切り替わるところがあります。こんな感じで、今 3D の立体的になってると思うんですけど、この境目でね、今回バグをやっていきます。ここをね移動すると、この 2D マップから 3D マップ、こんな感じで切り替わっていくと思うんですけど、この境目でやっていきます。でこの境目っていうのは、ここにね柱があると思います。この柱っていうか、なんか旗が立ってるとこ、この2個目のこの柱のここハイラル城側、ここに立って、で Z 注目でリンクをねこんな感じで固定した後、 L スティックを右に倒すと、はい、こんな感じでちょうどよく切り替わってくれます。ここが絶好のねバグスポットです。はい、でこの切り替わる瞬間を利用してやっていくんですけど、このマップが 2D から 3D に切り替わる瞬間に、
マイナスボタンを押します。で、このマイナスボタンでマップを開くんですけれども、こんな感じで 3D のマップが開いたら失敗です。これ何が失敗かというとちょっと遅いです。マイナスボタンを押すタイミングが遅い。リンクを右に動かしながら、マイナスボタンを押すと、ちょうどいい感じに 2D マップから 3D マップに切り替わるんですけど、その切り替わる瞬間にマイナスボタン。そうすると、こんな感じでね、マップが開いた状態になります。で、この時のコツなんですけど、もうほとんどね、スティックを右に倒したと同時に、マイナスボタンを動かすと、リンクが横にちょこっとずれて、で、それと同時にマップが開くんで、それで OK です。はい。で、ここに来ましたら、こっから、一回 L ボタンを押して、このシーカーアイテムのね、この画面に行きます。で、こっから、ボタン入力をしていくんですけど、ここが一番難しいです、今回。R、B、Y の順番でね、素早く押していきます。で、タイミングなんですけど、ポンポンポーンみたいな感じです。はい。もう本当に、プップップーって押します。で、これ結構難しくて、一回やってみますか。はい、これ失敗です。で、今さ、なんかちょっとマップがズリズリズリってなんかちょっと半分ぐらい一瞬残ってたよね。この右半分がちょっとマップが残ってるみたいなちょっと変なバグってる状態になってたんやけど、これは失敗パターン1です。はい、これ何がまずかったかっていうと、俺の R、B、Y の入力するタイミングが間違ってたと。Y ボタンがね、ちゃんと押せてなかったですね。で、これ一体何をしてるのかというと、ゆっくりやると R で B でマップを閉じて、マップを閉じながら、この Y のこいつを出します。はい、このカーソルを出します。なんで、マップを閉じながらこのテキストを出すことによって、このゲーム上にシーカーセンサーのテキストを残せますよっていう、そういう行動をしてます。これがちょっと原理ですね。で、失敗パターン2として、こんな感じでミニマップがね 3D に切り替わってない場合、これも失敗パターンですね。で、これは何が悪かったのかというと、単純にリンクのこの移動量が足りてなかったと。で、成功するとどうなるかっていうと、プリンってなります。はい、プリンっていうこの音が鳴ります。はい、この音が鳴って、マップが閉じていたら成功です。ということでやっていきましょう。はい、失敗ですね。結構ね、タイミングがシビアなんで、成功するのに2分ぐらいかかるんですけど。はい、今プリンってなったよね。で、そうなったら、とりあえず一旦成功です。で、この状態で、何もね、ボタンを押さずに、スティックだけで、このミニマップが 2D マップに切り替わるところに行きます。はい。こんな感じで行くと、なんかちょっとおかしいですよね。なんか、右下に白いカーソルが出れないですか？これで OK です。これで成功です。で、このカーソルは、さっき言った通り、このシーカーセンサーのカーソルです。なんで、この L 字型に、1、2、3、4つのね、このコマンドがあります。で、これは、リンクと連動して動かせます。スティックでね。こんな感じで、上を押すと、リンクも上に行くんやけど、カーソルも上に行くと。で、ここで注意点なんですけど、余計なボタンを押さないでください。余計なボタンを押すとね、図鑑が開いちゃう可能性があります。例えば、ここでね、A ボタンを押しちゃうと、これカーソルがなんか青くなったよね。青くなっちゃってるよね。青くなるとね、ちょっとめんどくさいというか、違うバグが発動しちゃうんですよ。例えばこの状態でポーチを開くと、はい、こんな感じで、裏側でね、この図鑑が開くんですよ。これもうめちゃくちゃバグっとるよね。通常プレイでは絶対ありえんねんけど、で、ポーチを開きながら図鑑開いたり、で、これでポーズ閉じると、はい、こんな感じでね、図鑑を出しながらリンクを動かせると。縛りプレイとかには使いやすいけど、正直これね、あんまり意味ないです。だから何なんで。こうなってしまうとね、ちょっと失敗というか、今回のスタミナ無限はできないんで、気をつけてください。で、もしこうなっちゃったら、もう一回ね、マップを開いて、で、なんか適当に、ぷい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 って、ぷいぷいって押してると、マップ画面に戻ってくれるんで、こうだったら、閉じると、このバグは消えます。なので、データ消えるとかそんなんないんで、一応ね、わかんないですけど、あるかもしれんけど、今んとこないんでね、落ち着いてやっていきましょう。はい、じゃあちょっともう一回やります。今の失敗パターンというか、間違ったね、方法なんでね。このね、タイミングなんやけど、なんかイメージ的にはね、めっちゃ早く押すよりかは、ちょっと感覚かけて、ぷいぷいぷいって押す感じ。はい。ぷいぷいぷいって押す感じね。今の感じ。今の感じって言っても、手元見えてないんでね。わかんないと思うんですけど。もう、ぷいぷいぷいです。ぷいぷいぷいって押せば OK です。はい、じゃあちょっと戻って、手順進めていくんですけど、このカーソルってめっちゃ強くて、セーブデータをね、ロードしても、このカーソル残ってます。ずっとね、ここにある状態です。なんで、今から悪魔像の近くでセーブしたデータを、ロードしていくんですけど、ロードしたらすぐに、この右上、ここのカーソルに合わせて、A ボタンを押します。で、それはロードした後すぐにね、やらないといけないんで、それをね、ちょっと意識してロードします。はい、白いカーソルが出てきたら、余計なボタンを押さずにポーチを開いて、で、さっきのね、悪魔像の近くのデータをロードします。はい、ロードができましたらすぐにリンクを動かしながら同時にカーソルも動かしてね、はい、ちょっとここにあるんで A ボタンを押します。で、ちょっと待ちます。で、ちょっと待つとですね、なんと勝手にマップが開くんですよ。で、マップが開いて、このシーカーセンサーのね、テキストが出てきてるんで、これ B で閉じます。で、普通にマップやんって思うんですけど、これね、なんかちょっと変なところないですか？なんと、これマップを開きながら、裏のリンクくんも動いてます。はい、これ。この矢印がキョロキョロなってるのわかるかな？こんな感じで、リンクも動かしながらマップも動かせると。これで OK です。はい、この状態で、十字キー上を押して、写し絵にしておいてください。はい、この写し絵です。で、さっきの登録した、よいしょ。
今リンク落ちたな、大丈夫かな。まあ大丈夫と信じて、この写し絵の記憶にカーソルを合わせて A ボタンを押します。でこの冒険手帳を開く、キャンセルのボタンが出たら、ここでね写し絵を起動します。で写し絵解除。はい、そうするとこの冒険手帳開くを残しながらリンクをね動かすことができます。まあちょっと落ちちゃったんで落ち着いて迂回していくんですけれども、これ A ボタンとか B ボタンを押すとこのコマンドがね実行されちゃうんで、もうスティックだけで移動していきます。で悪魔像のとこまで行きまして、でこのカーソルが冒険手帳開くの上になってることを確認して悪魔像に話しかけます。はい、そうすると悪魔像と話しかけると同時にポーチが開きます。でお前かって言ってるんですけど、こうなったらポーチをね一回 R ボタンでこっち側に持ってきて、でこの空欄のところに持ってきます。で空欄のとこでこの会話を進めていきます。 A ボタンを押すとなんか言われるんで、お願いします詳しく教えて結構ですと出てきますと。でこの結構ですにカーソルを合わせたいんですよ。でこれどうやって合わすかっていうと、一回 L スティックで画面をこう切り替えるとこんな感じでなんかカーソルが2個出てきてます。でこの状態で下を押すと結構ですに合わされます。でお願いしますもちょっとカーソル出てるんですけど、これ気にしなくて OK です。2個目のカーソルが結構ですにあったら A ボタンで、何を恐れているんだ言われるんですけど、この状態で A ボタンを押します。でこれ会話が終了しているんで L ボタンでこっちに持ってきて、で記憶を1個見ます。これちょっとね冒頭言い忘れてたんですけど、なんか1個記憶いります。ごめんこれ忘れてたね、ちょっとテキストでね補っておきますけれども、で記憶を見ます。で記憶を見たら、その記憶はもう X ボタンとプラスで飛ばしてもらって OK です。はい、で見終わったら B でゲームに戻ると。でそうなるとね、まあ普通に戻ってくるんで、これで第2段階終了です。で最後の仕上げにここに水があるんですけど、ここにねスタミナゼロの状態で、溺れます。これ溺れれる水なんですよ。なのでこのスタミナゼロの状態でよいしょ、この水に飛び込むとですね、いいよいしょ、はい、リンクくんがなんと水歩けます。これ本来はね泳ぐ深さの水なんやけど、なんとこの水をジャバジャバ歩けるようになります。もうこれバグってます。本来ここは、まあ、泳ぐべきとこなんやけど、それをなぜか歩けるようになると。はい、これで、このバグ完成です。はい、ということで、この状態で、ちょっと走ってみようか。よ。なんと、スタミナがなくなっても、まだまだ走れる。やばすぎる。スタミナ無限。完成しました。で、まあ、よく見てみるとですね、左上の移動力アップも、時間が止まったままです。はい、なので、このゴーゴー効果が無限に続いております。というかこのゲーム自体の時間も止まっとるし、天気も止まってますね。でここで注意点です。このバグ、まあ、解除する方法があります。で解除する方法は結構ねいっぱいあって、まあ、むしろ気をつけないといけないんですけど、まずプラスでポーチを開く、マイナスでマップを開く、そしてクイックメニューを開く、まあ、十字キーですね、でリモコン爆弾であったり、あと武器の変更であったりっていうのはねできないんで注意してください。なので、まあ、ちょっと制限が多いんですよ。ウィンドボムができなかったりワープができなかったりと制限が多すぎるんで、今回のバグは RTA で使うのはどうなのかなと言われてるのが、まあそのゆえんですね。でこの状態だと、まあ、面白いことがいろいろあって、例えばですねこのスタミナを使い切った状態でまあ、バラセールも開けるんですけれども、ちょっと分かりやすいとこ行きますか。どこがやろ、ちょっと向こう行きますね。いやもう口笛ダッシュの時代は終わったと言わんばかりのこのダッシュ。まあ正直ねウィンドボムとか BLSS の方が移動は早いんやけど、でもこのブレワイ本来の移動して自然を楽しむというコンセプトに沿った、まあ、バグなのかなというところですね。ということで、まあ、ちょっと崖にやってきたんですけど、このスタミナが切れた状態でね当然崖も登れます。で切れているんでこの崖の飛びつきが2倍になってます。なのでこんな感じで何回も何回も飛びつくことができると、やばすぎもう無限のリンクくんです、まあ、言ったらインフィニティリンクくん、オラ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 バーシャバのように登っていけやばすぎ。いややばいよねこれ、もう本当にね無限に登れます。なんかねアサシンクリードやってるみたいな気分。普通にこの状態で、歩くだけでも楽しいし、今ちょっと雪状態になったんやけど、この寒さダメージも当然ありません。でまあ寒さダメージもないし、てかそもそもダメージがないのよ。ダメージが全くないということで、まあちょっと敵さんに会いに行くか。ちょっと敵さんに会いに行きます。落下ダメージもないんで、こんなとこから押してもグフってなるけど無傷。やばやばーい。あ、敵さん発見。さあ、俺を殴れ、殴ってくれ。グベ、無傷。グベ、無傷。鋼鉄の体を手に入れました。グベ。
さあ殴れよ。期間期間期間無限です。はい、無限の住人です。楽しすぎる。最高。こっちのね、攻撃はちゃんと効くんでね、まあ、弓矢も使えるんでね、バンバン使いまして、ただ弓の耐久値とか武器の耐久値は別に無限になってるわけじゃないんで、武器はねいつか壊れちゃうんですけど、まあ、とにかく無限になっていて、で、あーそう、バルトタイムも当然無限です。さあどんどんスタミナがなくなって、どん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 スタミナがなくなっていくが、まだバルトタイムできる。弓打ち放題。いや、これはね、ズルボットよ、本当に。無限バレットタイム。ズルすんな、リンク。で、やばい、水に落ちるつっても、まだ泳げる。まだ泳げます。はい、スタミナは無限なんでね。まあ、スタミナの概念がなくなったと言っても過言じゃないでしょう。まあ、チートですね。チートです。で、こんな感じで、誤ってクイックメニューを押しちゃうと、いきなりリンクが死にます。グベって。で、なんか戻されます。これを押しちゃうと、夢の時間終了です。今、クイックメニューを押しちゃったら、リンクはいきなりグベって。グベぬへへーつって、死んじゃって、まあ、戻されるという感じですね。これで、まあ、夢の時間は終了しました。ということで、ちょっともう一回ね、やってみましょう。よっ。オッケー。ちなみにこれ、WMC で作った集中10連弓です。これも強い。ほんで、この状態やったらあれやんけ。集中せんやん。集中せずに、10連弓使えるから、これ便利やな。今気づいたわ。なんかこの状態だと集中しませんね。ただ、スティック離しちゃうとね、元に戻っちゃうんで。で、まぁ、ちょっとみんなに見したかったのが、体験をね、無限に振るというのをちょっと見したかったんですよ。まぁ、ちょっと下行こうか。行くで。よいしょ。さあ、くる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 回して回して、ね、草も刈りながら。で、スタミナなくなっても、まだまだいけるぜ。無限にいけるぜ。肝を倒していく。触れるもの皆傷つけていく。最強リンクの誕生だ。やばすぎる。はい、坂も登っていきます。あ、敵さん、こんにちは。バトルしようぜ、俺と。さあ、戦うか。おら、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 おら。最強すぎる。こんなやつと絶対戦いたくない。さあ、金ボコブリンですらも倒してしまいます。こう無限ぐるぐるやばくない。いや、まず最強よこれ。こんな感じで今回のバグはちょっと面白いことが多すぎる。マジでかがってきんしゃい。無限に殴ってやるよ。剣が壊れた。じゃあ剣壊れたらね、これ拾うしかね、あの武器を取る方法がなくなっちゃうんですけれども。あ、こんな感じで、今回のバグマジで面白いことが無限に起こるんですよ。で、まだまだね、他にも面白い現象あります。このバグを利用して、実用性はまあともかく、おもろいことでいっぱい起きるんで、ちょっとね、この次の動画以降、いろいろ検証していこうと思います。皆さんも楽しみにしておいてください。ということで、今回の動画はここまでです。このチャンネルではこんな感じで、ゼルダの伝説に関するコンテンツをたくさん投稿しておりますので、チャンネル登録、高評価ボタン、ポチよろしくお願いします。スーパーサンクスもいただけるとモチベーション爆上がりオブザピーポーですので、よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあの。